14日、サンアビリティーズ今治で精神障害者親善レクリエーションバレーボール大会が開かれ、選手たちが交流を深めました。サンアビリティーズ今治では、選手同士の親睦と精神障害者への正しい理解と知識の普及を目的に、2011年からサンアビリティーズ今治杯精神障害者親善レクリエーションバレーボール大会を開いています。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となった今回は、市内から2チーム、四国中央市から1チームと、サンアビの定期講座の受講生有志で作るチーム1チームの合わせて4チーム、およそ40人が参加しました。試合は6人制の3セットマッチで、2セット先取したチームが勝ちです。1セットは25点のラリーポイント制。コート内に立つ6人は男女混合で、1人以上が女性でなければなりません。チームの中には普段から集まって練習しているチームもあって、この日はジャンプサーブを決めたり、床すれすれのボールをレシーブしたりと、日頃の練習の成果を見せます。選手たちの熱いプレーの数々に、会場からは大きな拍手が沸き起こっていました。この日の結果はご覧の通りです。